はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイ、ゼロ、極ゼロ、チューハイの、9%、トマトエキス入りです。アルコール度数 9%、無果汁、糖類ゼロ、プリン体ゼロ、人工甘味料ゼロ。と書いてあります。で、原材料がトマトエキスとウォッカと、酸味料と香料と甘味料、かっこステビア、と酸化防止剤です。これ甘味料、ステビア入ってんのか。あくまで人工甘味料ゼロだから買ったけど、あれか。まあいいか。一応ステビアが入ってんのね。なるほどね。まあでもトマト味っていうのはなかなか珍しいんで買いました。うん、トマト味っていうと、まあアルコール度数も高いんで。じゃあ乾杯。うわっ。うわっ。きっつ。これきっつ。これは、あかんぞ、これは。ものすごくまずい。あのね、甘味料がね、仕事しすぎて、ものすごい、甘味料の味と、の甘さと、で、なおかつ、トマトの匂いは、すごいよくできてんだけどね、トマトジュースみたいな匂いがするんだけどさ、ものすごい甘い。しかも、へんてこなその、甘味料のこの、甘さが、ダイレクトに、来るんで、ごめん。これは飲めんわ。まずすぎる。というか、すっげえ甘味料の味がすごい。もうこれでもかというぐらい。だってさ、これさ、糖類、糖質ゼロやん。まあ、結局のところ、糖類入ってないわけだから。砂糖入ってないわけやろ。だから、もう全部この甘みが、そのくせに、糖類ゼロなのにものすごい甘いんだよ、これ。つまり、それ全部、砂糖じゃなくて、甘味料の甘さやね。で、この甘味料の甘さが、ものすごくまずい。吐きそう。ごめん、これ、3口ぐらいでギブだわ。これギブ。絶対飲めん、これ全部捨てるわ。まずすぎる。冗談じゃない、この甘さは。でも、トマトの香りはよくできてんだけどな。残念やな、これ。トマトの香りはすごくよくできてんだけど、もう全部が、甘味料の甘さで、すべてぶっ壊してる。って感じ。全部甘味料が悪い。これ甘味料入ってなかったら神の、いや、神っていうか、まあ、トマト飲料としてはすごい、本当にトマトジュース並みの香りがするんで、まあ、甘味料大丈夫な人だったら飲んでもいいんじゃないですかね。2541です。ご視聴ありがとうございました。